はい。はい。なんだろう、ずいぶん賑やかだね。祭りって感じじゃねえよな。何か儀式が始まるのかな。忠臣熱き民よ、ソレアン・エンシェントである。世の即位より24年、世はここに大いなる喜びをもって諸君に知らせを告げる。あれがハイエンターの公主様か。ソレアン・エンシェント、幸いにして未だ不世の日は遠からんが、種族繁栄の礎として時代の公主、すなわち皇太子を指名する。見ろよ、お出ましだぜ。メリア・エンシェントである。ええ、メリアです。あいつお姫様だったのか。お前今頃気づいたのかよ。なんか妙に言葉遣いが偉そうだとは思ってたけど、びっくりね。これより我が子メリアは墓所詣の儀に臨むことになる。我が栄光ある皇祖に認められ、皇女は皇太子となるであろう。民とは愚かなもの。偽りの面一つでの。皇妃殿下、すでに手駒はそろかめいただければ、直ちに旅衆のホムスどもを始末いたします。モナドを携えしとはいえ、所詮は蛮族。闇に葬ったとしても陛下はお気になさるまい。さすればメリアに助力する者はいなくなる。はい。そもそもハイエンターの公妃とホムスの栄妃などという制度があるから、高貴なホムスなど死に絶えてしまうがよい。行きなさい、タルコ。わかりました。あの者は、メリア。
それにしてもメリアのやつ、なんだってあんな仮面をつけているんだ。わかりません。でも彼女、他のハイエンターとはどこか違う。違うってどこが。メリアちゃん、鳥の人にあんま似てない。なるほどね。余人には知り得ない複雑な。そうだ。なんだよ急にでかい声出して。ここでのんびりしている場合じゃない。メリアが。って、おい、またビジョンか。何を見たの。そうだ、詳しく話せ。昼飯のお知らせ。ミスチャー、食事時の心配をする必要はなくなる。ええ。こいつら何者だ。シェルク、この者たち何事か。ち、まだいたのか。待て、この方はカリアン殿下、メリア殿下の兄貴。メリアの兄さん。ご心配なく、無事解決したようですよ。予言官殿。彼らの危難が見えたのでね、急ぎ駆けつけたところ、あの者たちが。ただの賊には見えないな。おそらくは巨神教異端審問官、王家の歴史を裏から支えてきたと言われる暗殺。バカな、巨神教は単なる噂。巨神教が存在していたのは遥か昔。その血筋は絶えたものと僕も思っていた。ですがそれは実在し、シルク父上はこのことを。おそらくご存じないかと。皇主様ですら、よもや現存しているとは考えておられないでしょう。巨神教の異端審問官とは。そうだが、どういうことなのだ。まさか。あ、いや、そんなはずは。カリアンさん、メリアが危険なんで。どこかわからないけど、祭壇のような場所で。なんだと。なぜそのようなことが言え。シルクは僕と同じなんですよ。予言官殿と。彼にも見えるというのか、未来だから。メリアの元に行かせ。僕らを。
それでは殿下、ここから先はお一人で儀式に臨まれること。見送り、大儀であった。ご無事なるお帰りをお待ちしております。過去の歴史上、資格なくして好意を求めた者どもは、それが好意を請求するという、そのままボスに葬られることになった者たちも覚悟の上でのことだった。ご立派なお覚悟です。お気をつけ遊ばせ、殿下。ならぬ。墓所詣では斧が力のみでなす。命が果てたとて、それは公主の器にあたわずという。ただあんた本気でそんなこと言ってるのか。あんたの妹だぞ、メリ。よせライン、ダンバン。それほどに重要な儀式なのだろう。でもよ。だがそれはあんたらハイエンターのうちでの決め事だよな。異民族のホムスがシャシャリ出たところで問題はなかろう。それともその墓所にはホムス。それはなら肩の力を抜けよ。墓所モーデとやらがあんたらにとってどれだ知らんが、妹の命とならさ任せ。ギデンは俺の名はダンバン。鬼神兵をぶっ潰したいってこいつらの、ま、ダンバン。1年前大剣の渓谷での戦いでモナドを振るい、そこまで知ってたんならあん時助けに来て。すまぬ、我らは多民族との争い。それがたとえ鬼神兵であったとしても冗談だよ冗談。事情、あれだけの防衛装置を浮かべてんのはそういうわけなんだろうからな。話はまとまったみたい。墓所へはセンターゲートから転移装置で行ける。殿下はすでに墓所に入られているはず。シルク、いざ。はい。
ここが墓所だ。中には外敵の侵入を拒絶する防墓所が機能している以上、それを入る前に一つだけ聞きたい。僕の家系はね、代々後継、未来の姿を見て、ホムスの君がか。そう、それについての来歴、それに未来が見えると言ってもいろいろと準備。君はそんなことはない？うん、僕の場合は最初は漠然としているけど、それが近くなら多分僕の地、現に僕はこれから起こるという、でメリアの機難が見えないって君、偶然君たちの機難が見えたのは運が良かったと言える。あれは偶然かよ。でも君はあの時モナドの伝承は高家に古くから伝わっている。巨神の剣であったモナドはその思いを増幅し、この世界の根源干渉することでその念を現実ならしめるものだし、モナドはその力ゆえか遥か昔にハイエンターによって封じられ、それが長い年月を経て、やがてそれは果たして偶然なのか。巨神の剣を授かった巨神は目